どうもご無沙汰しております、友川和樹です。コロナ問題も今まだ収束を見ない大変な時、あとは熱中症がいろいろ騒がれております。今年は私もまあ独居老人ですけど、アパートでちょっときついなというのが3回ぐらいありましたね。一番きつかったのは昨日、おとといですかね、あの図書館に本買いそうと自転車に行ったら、外はもう炎天下で、部屋はまあまあもう33度ぐらいだったんですが、外はまだ暑くてですね、あの図書館の前でクラッと来て、あのでっかい写真集と画集とかそういうのは今1週間に1回借りに行ってるもんですから、あのちょっとクラッと来て、図書館で30分以上ちょっと冷房の中でね、あの収まってから、それぐらい帰ってきました。クラッと行って、ちょっとこれ危ないなと思うのが3回ぐらいありましたね。あのなんとか今生き延びております。まあ、あの水分補給と梅干しで今は長らえてる感じです。私は今最近梅干しをブレンドして、あのずっと枕元に置いて、起きる時寝る時も1日3、4個梅干しを食べて麦茶を飲んでおります。まあエアコンももうすぐ直してもらうことにしておりますし、まあ熱中症の方はもう大丈夫でしょうし、あとコロナも私はビビりですからね、あのなんとか今生き延びております。まあ私はあの別にコロナが来たから自粛してるっていうよりも、もう10年も前から仕事がない日はほとんど自宅で自粛生活みたいな仕事あの感じでしたので、まあ今更自粛って言われても、もうなんか自粛のプロみたいな感じでおりますので、痛くも痒くもないんですが、どうぞ皆さんも体を大事に、熱中症もきつい、コロナもきつい、なんか違うね、なんか事故かなんかで亡くなるなら、まあまあそれはしょうがないかとも思ったりもしますが、私は熱中症でもコロナでも死にたくないと思っております。でまあまああのこういう状況ですので、今は歌そのものの仕事はまああの無理です。生でお客さんに皆さんに来ていただいてコンサートやるのは無理です。でこの間あの、まあ、朝日新聞のインタビュー読んでくださった方には分かると思うんですが、私が自分で言うのも変ですが、言うなれば飛沫歌手です。であのコンサート、ライブコンサートの会場は3密状態が理想です。3密で本当に密になってやるのがいいコンサートなので、そこまではかなり時間かかると思いますので、しばらくはそういうふうな感じであのやらせていただきたいと思います。もしあのリクエストとかございましたら、どうぞあのネットの方とかにしてもらえれば、あのいつかタイミング見て歌わせていただきたいと思います。まあ9月25日金曜日ですね、あのいつもやらせてもらっているアピアのライブ配信第3弾を行います。教員はいつもの通り、あのドラマの天才ドラマーですよね、石塚俊明さん、頭脳警察の、あとは近々じゃないもう出たんですねこれね、最近あのソロピアノアルバム、ソロピアノのアルバムを出されたパスカルズの永田雅史さんという豊かな才能のこの2人と、デタラメな夜無観客配信というか、なんかいい感じなタイトルですけども、それであの久々にライブをまたネットでやらせていただきたいと思いますので、どうぞあの聞いていただければありがたいと思います。私もコロナ終わるまでは死にませんので、どうぞ本当くれぐれもお体には気をつけてください。よろしくお願いします。この原稿を読みなさいって今スタッフに言われましたので読ませていただきます。
緩いペースで恐縮ですけれども、今後もこうして折に触れこのチャンネルで近況報告させてもらおうと思っています。で、実は私はパソコンも携帯もないので、こういうシステム自体がよくわからないんですけども、まあ、どうしても嫁ということなので、でよくわからないんですが、よかったらチャンネル登録してみてくださいということです。あと、もしこんな企画をやってほしい、こんな話が聞きたいというのであれば、コメント欄に書いてみてください。それで、これはセンスが良いなというのがあれば、いつになるかは保証できませんが、採用させていただくかもしれません。何か当たる？当たらない。なんちゅうのだって見せたのか。